韓国鉄道九千二百十一系機動車は、かつて、韓国鉄道庁韓国鉄道公社が所有していた、機動車。製造当初は二百八十一系という、形式名だったほか、NDC、無群ァ号型機動車とも呼ばれていた。韓国の中、短距離都市間優等列車である、無群ァ号のうち、都市間短距離列車向けに九百八十四年から九百九十年に、 かけて36両が製造された。設計にはコンピュータによる構造解析が取り入れられ、前面は前小頭上部からくの字に曲線を描きながら曲がる流線型となり、形成初代 AE 型に似た前面形状となった。車内は乗客の疲労削減のためにプラス3列配置の回転式簡易リクライニングシートが設置され従来の客車列車から、 居住性が向上した。床下に搭載されたエンジンはカミンズ製のものが採用され、変速機はホイト製のトルクコンバータを用いた。なお、1999年には3両が大統領や政府要員、国品などを輸送する特別車両に改造されている。主要形式は以下の通りであった。なお、1992年10月1日に韓国鉄道庁で 起動車の車両番号変更が実施されており、内はそれ以前の形式番号である。登場時は2両編成で使用され、翌1985年に中間車の製造が始まって、以降は3.4両編成での運用も行われた。導入当初は、不山や手具を起点とした運用に投入され、都市間の高頻度運転実現に貢献したが、需要増加に伴い不山。 手口駅の無群ァ号は、客車列車に置き換えられたため、後年は、峰南地方を中心に活躍したほか、ソウル近郊の軽春線が非電化路線だった時代に、設定されていた無群ァ号にも投入されていた。なお、車内の座席配置については居住性の向上を、目的に2000年までに2プラス2列配置に変更されている。 対応年数である20年を超えたことにより2006年以降、廃車が始まり、最後まで残された4両編成も2010年2月16日を最後に営業運転から退いた。特別車両についてはそれ以降も在籍し、2009年以降は改造の上、韓国鉄道公社の社長専用列車となったが、2015年2月11日をもって廃車された。 2019年現在、特別車両が鉄道博物館に保存されている。ありがとうございます。